水野明子のドナイマットルネン。今日はですね、イレッサという薬をめぐる裁判です。えー、副作用が少ない夢の新薬だとされていた肺がんの治療薬、イレッサをめぐる裁判が今日ありまして、えー、大阪高等裁判所がですね、これまでの一審が認めていた製薬会社の責任を 今日の大阪高等裁判所は認めないとしました。つまり患者さんたちの側、原告側の訴えを全面的に退りけるという判決が今日出されました。えそこで今日お送りいたします。救われぬ患者 遺族イレッサ訴訟、大阪交際判決と題してお送りいたしますえ。今日はですね、イレッサ薬害被害者の会代表で、薬害イレッサ訴訟、全国原告団代表でいらっしゃいます、近沢昭夫さんにこのスタジオにお越しいただきました。近沢さん、どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。近,す近藤さん、はい、近沢さん、 は、まあ、去年十一月、そして二月にも種まきジャーナルをお越しいただいて。はいね、あ,いあの、これまでの裁判の内容いろいろと教えていただいてたんですが。うん、今日の気持ちはもう今まで以上に。お辛いのではないかと思っています。うん、正直、今のお気持ちいかがですか。はい、えー、脱力してます。うん、裁判、今日の裁判が。 開始されて、はい、まず、えー、改訂しますっていう裁判長からお声があって、えーえー、ともう冒頭一審原告の上告を棄却しますっていう言葉を、うん、もう聞いた時にもう本当にがっくりとしにしあのー、近沢さんとこの「イレッサという。 薬剤との関わりの始めは娘さんのご病気でしたですよね。はい、えっと三つ子さん。はい。そうです。とおっしゃる娘さんがいらっしゃって、はいえー、三つ子さん肺がんを患われたのが何歳の時でしたっけ？二十九歳で。二十九っていう若さだったんですね、はい。そうですね。はい、そして、えー、もう肺がんの診断下されて二年。 ですかの時に、はい、このイレッサが出てきたんですね。そうですね。はい、えー。その時はどんな形でイレッサというものは言われていたんでしょう。私たちがえっ、ー、とその当時受けた情報は、はいえー、副作用がなくて、うん、延命効果が大きくて家庭でも手軽に飲める本当素晴らしい薬という。家庭でも手軽に飲める素晴らしい薬。はい、副作用もなくてと。そうですね。はい。 それ三津子さんにとってその時朗報だと、ね、もうぜひ飲ませたいそれは、ね、思われますよね、はい、でそれはあのなんか特別なお医者さんから受けられたんですかええー、っとごくごく一般的に、えーどなえー、私が知る会においては全国どこでも手に入るような状況になってたってことですでお医者さんからも副作用の話ははいありました ああったんですかはいか副作用は、えー、軽い発疹とか、えー、口の中でちょっとただれが出る程度で、えー、他にはそれほど問題ないと思いますというお話をいただきまして軽くなんか皮膚につが出たりとか、はいはい、口の中がただれたり<う>というようなことはありますけどまあ、はい、その程度ですよとそ,うです、ね、その命に関わるなんてことはうわ一切説明もなかったしった副作用っていうものもそういう発疹も、えー、副作用を中止すれば改善できますよという 説明を受けましす。やめさえすればいいから、じゃあ気軽に飲めますよね。という風に受け取りますよね。はい、しかしながら、実際、三津子さんは間質性肺炎、はいはい、という肺炎になられました。はい、で、この間質性肺炎というものが非常に重い、副作用で亡、はい、くなられる。 方が相次いだ。そうですね、あの、その数、八百四十三人。はい。という、九、はい、月までの時点で。死亡者の方々の数になっていると聞きました。ものすごいですね、今藤さん。八百四十三人の方々の命が。うん、れそうですよ。三島市。うん、やっぱり。これは、判決は、そこら辺りを。 どう説明してんのかっていうことなんですけどね。そうですよね。あのこの多くの方々が亡くなられた関し性肺炎、これの副作用があるということはもちろんもうちゃんと裁判所も分かっているわけで。その通りですね。はい、ただあのそこの一人一人の苦しみっていうのはね、なかなかねこの裁判の中で表だって出てこないと思うんですけど、三、はい、子さんの場合はどのようなお苦しみでしたですか。とにかく痛み この肝性肺炎イレッサによる肝性肺炎っていうのは痛みではなく呼吸区だけなんですね息ができなくなる、はい息ができないだけだから痛みは全く感じない本当にも息ができないだけ確かあの服用なさってもう1か月2か月ぐらいで異変がそうですね早い方は1週間で亡くなったっていう方もたくさんいらっしゃいますし三子さんも2ヶ月その,の娘は49錠を飲んだところで、はい、いわずか49錠でそうですはい あの確かこの間おっしゃっていたのは非常に息が苦しいからあのベッドに座ることさえできないし、はい、寝ることも横になるのも息ができないとおっしゃってませんでしたっけ、ねはいはい、もう緊急入院してから大体いい1週間目ごろからは横になって寝ることができなくなってほとんど直角の状態で背を持たれたままずっと過ごして耐えてたっていう状況です。うん でそれだけの苦しみで行ってしまわれた、はい、で近沢さんは、まあ、お父様としてずっとこの訴訟をね戦っていらっしゃるわけですけど、はい、あの近藤さん今言い張ったみたいにこれだけ多くの方が、はい、843人の方が命を落とされているということに対しては今日どういうふうに言ってるんですか、うん、裁判所は、えー、その点については今日の中で養子っていうものが裁判所の中で示されましたけども。はい ほとんど説明はなかったんですね。あ、そうなんですか、はい。死亡の人数についての。全くなかったっ。今日のじゃあ、あの。話の流れの一番のポイントはどこだったんですか。えっと私が感じたのは二点でないかと思うんですけども。うんはい、添付文書の問題としては、それは、えー、国が責任を負うべき。 っていうまではないのでははなないいのかとつまりこんな副作用がありますよ、はい、ということは製薬会社が医療機関にちゃんと知らせなきゃいけない、はい、でこの文書を添付するわけですねそで,すね、はい、でその添付文書の内容のところでどんだけ副作用が重いということをしっかりと伝えようとしているかどうかっていうのが大切なポイントなんですねだけど近藤さんさっきニュースにもありましたけど最初に来るのは下痢ですよ。はい あの、僕ら薬買うときにですね、やっぱりその順位っていうのは結構気にしてみますよね。はい、そうですねで。下痢ぐらいだったら買えますよね。ですねでも、間質性肺炎という言葉があったらね、はい、これは僕的な、僕らのレベルの知識でもね、ちょっと手を出しかねるところはありますよね。はい、そう思いますですから、順位っていうのは結構大事だし、間質、はい、性肺炎という言葉自体の重さを考えますとね、はいはい うんうん、そうその簡単にものを言ってほしくないなっていうところはありますね。はい、そう思います、えー、その間質性肺炎になられた方の何割かの方がもう亡くなるぐらいに重い肺炎だと、はいはい、いうことはもう分かっっててるるででししょううここはっきりしてるんですよねもほとんどん助からないっていう感覚で市民社会で受け止めてますよね。はい、そ,のその通りです、えー、はい そこのところは今日の判決ではどうなんですか、まあ、はありませんでしたねはい本当にもうスルーしたのではなくそこの点については触れてないっていう快心肺炎っていうそのものに大体発症した場合には 40%50% の方が亡くなるんだと言われてるんですねでも全くそういう説明はなくほんでね今日のその判決の中でね、はい、お医者さんとその快心肺炎と表示してる関係についてはどういうことを、はい まあ、感染範囲っていう問題について、えーなえー、何番目に記載してあろうと添付、うん、文書の中でどんなに文字が小さかろうとそれは専門医が、うんごに関わった医療先生であれば、うん、見落とすはずがないと専門医であれば分かるはずだ、はい、のこの書き方で十分分かるはずだ、はい、だけど近沢さんの娘さんが、はい、このイレッサを投与された、はい、お医者さんは別に普通の先生やとおっしゃったじゃないですかそうです もう本当にがんの治療は長い経験で持たれている先生だと私はそのように思っておりますし。